やがて大松明が西側の一番松明から次第には侍が指している刀を空脱いだの時に合わせて抜くと本当の名刀になるということで侍たちが一斉に抜き渡っていたと伝えられています。鬼よりはこのほか大体罰の火の粉を浴びると病気にかからないと信じられ、峠を願う人もあります。どうか皆様、体罰の紅蓮の炎の光を浴びて1年間の無病息災と家内安全を祈願されながらゆっくりとご覧ついで面を剥
ぎ取られて素顔になった2人は進路同じ仕草を繰り返しつつ心を見当たらって双方一斉に腰の刀を抜きます。これを見て空無理だと叫びますと鐘楼の大鐘が打たれ合わせて大太鼓も乱打され祭りは最高潮に達します。